死亡診断書死亡診断書とは死亡自由などについての検案について記した書類で診断書の一つである死体検案書と同様に死亡を証明する効力を持つ診断した医師、歯科医師のみが死亡診断書を発行できるまた死因統計作成の資料としても用いられる最終診察後24時間以内でなくても死因が 明らかに継続的に診療中のものであると予測される場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を懸案しなければならない。死亡届を届出者が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが必要であり、 死亡者の本席地、死亡地、届出人の厳重処置の準備で、当該市町村長、特別区長へ提出する。その際の様式として、死亡診断書との併用がほとんどである。死体検案書と死亡診断書の書式は同一で、あるので、不必要な方を二重線で取り消さなければならない。検案を行ってもわからない場合は、不傷と時刻、 時間を正確に計算できない場合は、と記載する。また記載する必要のない項目については偽造防止のために斜線を引く。氏名、性別、生年月期死亡した時死亡したところ及びその、種別死亡したところの種別死亡したところ施設の、名称死亡の原因直接死因と発病または、受傷から死亡までの期間の原因と発病または、 受傷から死亡までの期間の原因と発病または、受傷から死亡までの期間の原因と発病または、受傷から死亡までの期間直接死因には、関係しないが、上記の疾病経過に影響を及ぼした、傷病名等手術の有無と手術年月日解剖の有無と、その主要所見死亡の種類外因子の追加事項。 障害が発生したとき障害が発生したところの、種別障害が発生したところ手段を呼び、状況生後1年未満で病死した場合の、追加事項出生時体重単原、多体の別妊娠周数妊娠分娩時における、病態または、異常母の青年月日前回の妊娠の結果その他、特に不言すべき事柄懸案年月日、懸案症発行年月日と医師の住所、署名、 夏院医師が公務所に提出すべき診断書、検案書、または死亡証書に虚偽の記載をしたときは3年以下の禁庫、または30万円以下の罰金に処す。平成21年度版死亡診断書記入マニュアル。P6 平成31年度版死亡診断書記入マニュアル。厚生労働省。P52020 年1月15日閲覧。 ありがとうございます。